こんにちは、脱力系マクロビチャンネルのやっちゃんです。リンゴの季節になりましたね。そこで今回はとっても簡単で、でもアップルパイをしのぐ美味しさの焼きリンゴを紹介します。バターや砂糖は使わずに、丸ごとじゃなくてね、半割りにして作るので、とっても早く簡単にできて、しかもめちゃめちゃヘルシー。リンゴって焼くことで甘みが強くなるので、同じ量を食べてもね、満足感が違うんですね。しかも焼くことで水溶性食物繊維ペクチンの分子が小さくなって、腸での吸収がアップするんです。だから生で食べるより便秘改善の効果も高いと言われてるんです。だからもうダイエット中のあなたにもぴったりのデザートになっています。レーズンやくるみも入って大満足の美味しさです。よかったらぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは、体によくアレルギーの方も安心して食べていただけるようなビーガン対応のお料理お菓子を紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは行ってみよう。 It's gonna be alright.それではリンゴは、よく洗って水気を拭き、横半分にカットします。そうしましたら、芯の部分をくり抜いていきましょう。スプーンとかでね、くり抜いていただいて大丈夫なんですけれども、そこまでね、くり抜いてしまわないように要注意です。丸ごとの焼きリンゴだと芯をくり抜く作業っていうのは結構大変なんですけど、半分にするとね、芯をくり抜く作業もね、とっても楽ちんですね。そうしましたら、この穴にレーズンとくるみを詰めていきましょう。くるみは少し粗く砕いて入れるといいかな。あまり大きいとね、食べにくいですのでね、大体小さじ1杯分ぐらい、こんな感じで詰めます。そしたらですね、これを耐熱皿の上にのせます。メープルシロップあればラム酒、これお子さんとかね、ちょっとお酒苦手っていう方はね、入れなくていいんですけど、ちょっと入れると味に深みが出てね、美味しくなります。ココナッツオイル、ココナッツの香りが苦手じゃない人は普通のココナッツオイルでもいいですし、ちょっと苦手だなって人は無臭のものがありますので、そういったものをしてもいいと思います。ダイエット中の方とかはね、なしでやられてもいいと思います。そして最後にシナモンをパラパラっと振って、はい、これであとはね、オーブンに入れて焼き上がるのを待つだけです。180度のオーブンで焼いていきましょう。焼いてる途中でこのリンゴのね、液体が下に溜まってきますので、何回かこうしてかけてあげると、この半分に切ってるのでね、切り口のところが乾燥してきちゃうんですよね。なんでリンゴから出てきた汁をね、かけてあげると甘みもね、増しますし、ここが乾燥してしまうのを防ぐことができます。焼き上がりました。表面を触るとふにゃふにゃになってきたら焼き上がりですね。これでだいたい35分ぐらい焼いています。美味しそうです。完成です。はい、それでは早速試食してみたいと思います。汁がたっぷり出てるので一緒にいただいてみたいと思います。甘酸っぱくて最高。リンゴって本当になんか焼いたり煮たりすると甘さがギュッと出てきて、もうこれ1個食べたら大満足 で焼きリンゴってもちろんみずみずしいリンゴで作ってもいいんですけど、冷蔵庫に入れておいてスカッとなっちゃったリンゴとか、買ったけど美味しくなかったなっていうリンゴを使うとめちゃめちゃ美味しく変身しちゃうのでおすすめなんですね。
ほっぺたが落ちちゃうこと間違いなしなので、ぜひ作ってみてくださいね。じゃあねー。